こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本政府が買い上げた馬毛島だが、160億円で合意した。馬毛島がより重要な拠点として今後日米で整備されていく方針だ。早急に進むことを願っているが、では馬毛島をどう使用するのかを少し話していこう。アメリカの不沈空母と聞けば、1983年に当時の日本の中曽根首相が訪米時に政治姿勢のリップサービスで口にした対ソ連封じ込めを起とした発言を思い起こす方もいるかもしれない。しかし最近の不沈空母といえば、アメリカの CNN 社が2019年12月にこの表現を用いて報じ、その前月に紆余曲折を経ながら、ようやく日本政府が所有企業との売買に合意した馬毛島を指している。この馬毛島は、鹿児島県の種子島の西方海上約12キロほどに位置する島であり、南北におよそ 4.5 キロメートル、東西におよそ 2.7 キロメートル、総面積約8平方キロメートルの平坦な無人島だ。馬毛島を指して、アメリカの CNN 社が不沈空母という表現をしたのは、同島が今後の横須賀基地を母港とするアメリカ海軍の原子力航空母艦の艦載機の訓練地となる可能性を反映したものだ。こうしたアメリカ海軍の原子力航空母艦の艦載機の着陸訓練は、フィールドキャリアランディングプラクティスの頭文字から FCLP と呼称されており、航空母艦の運用に必須の訓練となっている。これは母港である横須賀基地に入港した航空母艦が、その停泊時に時間上での着陸訓練が行えなくなることを補う訓練であり、次の出航前に艦載機搭乗員の搭乗資格の回復のために実施されるものだ。FCLP 自体の頻度は現状最大でも年間2回程度となっているが、事前の準備まで合わせた期間としては、1回あたり約1ヶ月ほどになるとされ、その意味では、年間におよそ2ヶ月程度を費やす訓練となっている。FCLP は、横須賀基地を母港として、アメリカ海軍の航空母艦、ミッドウェイが、配備された1973年に開始され、当初は、三沢・岩国の両基地で実施、以後1982年に神奈川の厚木基地へと実施場所が変更された。しかし実施場所が厚木基地に変更された後、特に夜間の訓練により騒音問題が表面化し、これを受けて1991年以後は離島である小笠原諸島の硫黄島での実施に再度変更されてきた経緯がある。硫黄島は騒音問題は解決できたが、従来の厚木基地から約 1200km も離れた位置となり、艦載機搭乗員の負担や移動に要する時間、燃料コストの点からアメリカ側より変更を求められてきた。こうした状況下で、
2007年頃から馬毛島を所有する企業側から硫黄島で実施中の FCLP の代替地として道東を推す提案がなされたものの、以後主として売買価格をめぐる交渉がもつれつつ、ようやく2019年11月に合意が報じられた。今回ようやく合意を見た馬毛島の売買価格は約160億円と報じられており、かつて日本政府が試算した価格は約45億円であったことから、その金額に対してだと不正を問う声が一部から上がる事態ともなっている。日本政府としては、今回の売買契約への合意から、当然馬毛島へのFCLP 代替地としての計画を推進している状況だが、地元鹿児島の自治体などからは、この動きを良しとしない向きもあり、政治問題化も指摘される。こうした日本政府の動向と並行して、アメリカ海軍内でも2018年3月に、航空母艦艦載機の所属が厚木基地から岩国基地に移管され、硫黄島までが約 1400km とさらに遠くなったことで早期計画実施が求められている。アメリカ側からしてみれば、岩国基地と馬毛島の距離は約 400km ほどとなるため、現状の岩国基地から硫黄島までの行程を3分の1以下に低減させることが可能であり、日本への要請を強めていると思われる。前述のように仮に馬毛島での FCLP 実施の体制が整ったと仮定しても、年間での利用期間の想定は現状トータルでも2ヶ月余りと必要とみられ、キャパシティに対して十分すぎる余力を持つだろう。こうした点を踏まえて、防衛省では自衛隊の拠点を設置することも念頭に置いており、ホームページ上では対中国への対応策として南西諸島防衛の用地としても活用する意図があることが伺える。ここでは馬毛島から石垣島までの直線距離は約 1200km だと説明し、仮称自衛隊馬毛島基地として緊急災害時などでの同地域での自衛隊の展開にも効果が期待できることを表明している。興味深いのは、これら日本の馬毛島に対する動きを受けて中国、北京に本拠を置く久志博美が2019年12月に掲載した中国人の軍事評論家による同状況の分析内容についてだ。当然、従来の日本の軍備について非難する論調かと思いきや、これまで厚木基地で実施していた FCLP が騒音問題から難しくなり、アメリカ側から代替地の提供を強く求められたと、現状をほぼ正確に伝えていた。同記事は、馬毛島について、日本が資金を拠出してアメリカの航空母艦の運用に必要な環境を整えるが、自衛隊も同地を活用することで一定のメリットがあると述べられており、
極めて客観的な報道に見えた。